今から刺激伝導系の説明をします。刺激伝導系とは導合結節で発生した心臓が拍動するリズムを心臓全体に伝える電気刺激の経路のことです。ここに心臓の模式図を描きました。左心房、左心室、右心房、右心室です。刺激伝導系のスタートはこの位置の導合結節です。ここから心臓のリズムが発生すると電気刺激が心房の中を駆け巡ります。そして房室結節に集まって皮質側へと伝わり、右と左に分かれます。ここが右脚左脚、そして最終的に心室内のプルキンへ線へと伝えられます。この電気刺激が流れるに従って心房内に電気刺激が流れると心房が収縮し、心室内に電気刺激が流れると心室が収縮します。このように心臓がドキドキと動くシステムになっています。以上です。では今から心電図の基本波形について説明します。正常な心電図はこのような波形になります。ここの水平ラインが気線、 P 波、 Q、 R、S 波、 T 波です。ではそれぞれの波がどのような意味を持つのか、先ほど説明した刺激伝導系をもとに流れを追っていきたいと思います。心臓の電気刺激は導合結節がスタート、ここを境に電気が発生します。この時に心房が脱分極をします。 P 波とは心臓の脱分極を表します。次に電気刺激が皮質側を通り心室全体に渡っていきます。 QRS 波とは心室が脱分極したところを表します。そしてこの T 波は心室の再分極です。心房に電気刺激が流れたら心房が脱分極し、その後心室に電気が流れた時に QRS 波、そして T 波が流れます。ドッキンと電気刺激がいくとドッキンと心電図が波打ちます。以上となります。